はい、皆さんこんにちは、マグラレットです。今回の動画ではライデン将軍とナヒーダの相性が、実はいいよっていう話をしていきます。いろいろ相性いい点あるんですが、特にね、とあるコンボが、かなり便利かつ強力になっていますので、まずはそちらの映像からお見せします。そのとあるコンボというのが、ライデンスキルプラスナヒーダスキルのコンボです。この状態でナヒーダが敵を照準に収めると、はい、敵が死にますまあ弱い敵じゃないと倒しきれませんけど、遠隔からいきなり大ダメージを出せますね。何が起こったかをちょっとスローモーションで確認してみましょう。ナヒーダが敵を照準に収めてスキルを発動することで、まず草ダメージを与えますよね。するとそれをトリガーにして、ライデンの元素スキルによる追撃が発動。これで元激化が起こり、で元激化が起こったことでナヒーダの追撃も発動し、総激化が起こって 27,000 ダメージ、最後に出ているのがわかります。今の一瞬で2回の元素反応が起こっているわけですね。2人の追撃の条件を自動的に満たしてくれるっていうのが、美しくて、僕はこのコンボ気に入っています。しかもライデン将軍のスキルって、一度貼ってしまえば25秒間も継続してくれますし、超遠距離にも対応していますから、他の雷キャラでは真似できないコンボですよね。こんな風にナヒーダのスキルが打てるようになったら、また、追撃をね、飛ばしてくれるわけですから、かなり便利です。はい、ではですね、試しにこのライデンスキル、ナヒーダスキルコンボをフィールドで使ってみたいと思います。まずライデンスキルを装備しておいて、そっからナヒーダスキル。はい、これで勝手にね、激化反応が起こると、しかも敵全体をリンクしてくれています。はい、もうこれで全滅ですねめちゃくちゃ楽。はい、もうこのようになってます。あ、高台の上のやつとかも、あ、楽ですね。なんかカフカも起こったしこう上にいるやつも楽々処理できるのもいい点だな。いや、素晴らしい。で、あと面白いのが、ナヒーダスキル、この遠距離採取できるじゃないですか。採取しながら敵殴れるんですよこれもね、便利とは言わないけど、なんかたまにできると楽しいですよね。遠距離から採取しつつ、同時に敵も殴って殲滅できる。そんなわけで今マップをこう自由に歩いてるわけなんですが、適当に歩いててもやっぱ便利な点しかないですね。うん、便利さがやっぱ歩くたびに実感できる。これは見てる方もね、結構、あ、いいなって思ってくれるんじゃないかな。今のとことかもね、超楽ですもんね。で、あとこのナヒーダライデンコンボ第2形態がありまして、固い倒しきれない敵相手はですね、さらにイエランイエランって何でもありな感じもするんですけど、イエランを加えることで超開花もその後起こるんですよね。こんな風に。なので柔らかい敵はナヒーダライデンでもう倒しきる。で、ちょっと倒しきれない敵に対してはイエランスキルで一気に近づいて、さらに、超開花や水ダメージの追撃を与えていくという感じです。ライデンナヒーダだけだとさすがに卑怯とかで火力が足りなくなってしまうので、そういう場合はここに水キャラ、イエランとかを加えることで超開花反応に変化させることもできますからね。はい、超開花に変化させればまず倒しきれない卑怯とかはありませんから、このようにもゴリゴリ適当に削っていけると。二段構えなんですよ。なので雑魚処理用の激化と、ちょっと硬い敵処理用の超開花っていう2つの編成を同時に使えます。で、超開花は単体に対して強いのでボスとかも全然いけちゃいます。はい、あとは殴るだけ全部そうなんですが、ボスとかも超開花反応を起こせばゴリゴリ削っていけて、今回ライデン将軍を一応森林4セットにしつつ熟知をガン盛りする形にしているので、ちゃんとね、超開花反応のダメージも伸ばせる、使い方となっています。はい、では今使っていたフィールド快適なヒーダで、火力を出しやすくなる武器生物とかを紹介していきます。ナヒーダはこの魔導書論星3武器ですが、これさえあればちゃんと火力出せますね。で、他にも祭礼の断片があれば追撃は2連打できないんですけど、それでもね、スキル2回連打することでさらに、瞬間的なダメージを上げることができます。もちろん持ち武器とかね、星5武器があれば装備させてみてください。で、生物なんですが、ナヒーダは火力重視のセットを使います。今回の場合森林2セット、草ダメプラス 15% と金メキとか、熟知アップ系を装備しています。時計元素熟知、杯草ダメージバフ、冠会心率となっています。あと僕の場合無凸なんですけど、2凸とかできてればさらに火力伸びますから、これあると嬉しいですよね。羨ましいな。2凸ある人はぜひね、試してみてほしいです。そしてライデン将軍もかなり大事です。ライデン将軍側で森林4セット、敵の草耐性を下げる生物を装備することで、自動的に追撃で敵の草耐性下げてくれるという風にしてあります。
あ、もうナヒーダスキルのためのサポートって感じですね。で、生物は全部熟知にすることによって、超開花の戦法を使った場合でも超開花ダメージを出せるようにしてあります。武器も高中滅流で熟知寄りですね。まあ、もちろんライデン将軍でも火力を出せるようにしておいて激化運用するっていうのもいいですし、まあ、よりねナヒーダの元素スキルを強く使いたいのであれば、今回みたいにね森林4セットとかつけるのがおすすめです。はい、というわけでライデンナヒーダの強力なコンボについては以上です。で、今回紹介しなかったんですが、まあ、もちろんライデン普通に爆発型火力型の装備にしてナヒーダを添えることでね、激化パーティーで使うのも強力ですから、まあ、どう使っても強い組み合わせではありますよね。まあ、なのでナヒーダ持ってる方はライデン将軍、結構ねおすすめ度上がってくると思います。で、もちろんやっぱりねスキルの噛み合いが半端なくいいので、フィールド上でぜひ試してみてください。では皆さん、ありがとうございました。